美味しい。いや今日は酸味がいいですね。お酢が偉大です。こんにちは、フェリーチャー大池です。本日もご視聴いただきありがとうございます。はい、今日のメニューは今日は鶏とブロッコリーのディアボラ風です。鶏とブロッコリーのディアボラ風、はい、はい、鶏ディアボラは皆さんご存知ね、はい、美味しいやつですよ、カッパリッと焼いて、うん、はいはい、一緒にそのフライパンの中でブロッコリーも蒸しにしちゃおうと、うん、そっか、確かにあの、うん、少しディアボラも火入れるから、うん、その時に前やったガーリックのブロッコリーの蒸し煮、ブロッコリーの蒸し煮のあの要領でブロッコリー入れとけばいっぺんできちゃうね。そうなんですよ、あの鶏の油でお出汁も吸って、うん、めちゃくちゃ美味しいブロッコリーも同時に出来上がると。本当だ。食材は鶏もも肉を1枚、そしてブロッコリー1房使います。そしてニンニク、唐辛子、ローズマリー、白ワイン、塩コショウ、オリーブオイル、赤ワインビネガー、チーズです。ということで、このチャンネルでは家庭で簡単にできるイタリア風レシピをご紹介しております。毎日動画を公開しておりますので、日々の皆さんの献立作りにも役に立てると思います。ぜひチャンネル登録もお願いします。お願いします。はい、それでは鶏肉に下味付けます。約300の鶏に 3g 程度のね 1% の塩して10分置きましょう。鶏肉は常温に戻してください。それではブロッコリーをカットします。最近ブロッコリーばっか食べてるわ。皆さんにお届けしてる場合食べてますからね私はね。はい、それではニンニク潰しておきます。一かけです。あ、まな板届いたよ。そういや、はい、もう小さい小さいってうるさいから買ってる、うん、お、立派な、でかいね。もうちょっと早く出してよいや焦った。すげー、でかいでしょ。すげー、しかも立派。このぐらいはいるよね。ほぼ倍じゃない、うん、面積的にはね。嬉しい。しかも熱い、重い。じゃあ、あの次の撮影からもう今日やることないですかもうよくなかったですか。もう遅かったな。早く出してよ。遅かったな。嬉しいね。これはいいっすね。ありがとうございます。ここにも入んない最悪や。あ、まあでも下に置いとけばいいよ。こっちはいけるわ。あ、いいじゃん。あ、こっちはいける。じゃあそこだ。はい、それでは鶏肉を焼きます。まずはね、冷たいフライパンにオリーブオイル大さじ1から2程度、ちょっと多めでもいいと思います。はい、大体でいつも言っちゃってますけど、今日は 1.5 ぐらい入りましたね。そうですね、はい、そして、うん、先ほど潰したニンニクを火にかけます、ね、弱火でニンニクの旨味、香りを出していきます。ニンニクがいい香りしてきました。唐辛子も入ります。そして、大事なやつね、ローズマリー。おー、この辛みとね、あとローズマリーの香りで鶏を焼いて、かつその風味でブロッコリーも蒸し煮にすると、はい、はい、いいですね。ローズマリーが焦げる前に、一度ニンニク、唐辛子と合わせて取り出します、うん、はい、油少し冷ましたいと思います。急に熱い温度の中に、常温に戻った鶏を入れたとしても結構ね、キュッてなっちゃうんで、少し油の温度下げます。油の温度下がりました。ここで鶏肉を焼いていきます。皮目からいきますよ、はい、ね、こちらからね、皮を、はい、いきます。でポイントですよね。ポイントです。一度温度を下げていただいて、今まあジューって言わないでしょ、はい、でここで火かけるぐらいでちょうどいいです。さらにポイントです。鶏が小さく縮こまらないようにアルミホイルかぶせて、フライパンとか鍋とかボウルでもいいんで、おもししてあげます。ちょっとギュッと押さえてあげてください。この状態を2分ぐらいキープしていただくと、皮が1回もう広がったまま焼き始めることができるので縮まりません。これ押してんのちょっと熱かったりちょっとしんどかったりしたら、お水入れて、おもしにしてください。はい、いいですね。ここからじっくりじっくり火を入れていきます。大体ね、10分ぐらい皮面焼きましょう。これね、結構ディアボラが大変なのはキッチンがすごい汚れることね。そうそうそう、だからちょっとホイルはちょっとかぶせたまんま、そう、空気が抜けるような感じにして、ね、はい、ここ横から空気が抜けつつ、ね、油は飛ばない、はい、ね、もううち行動してます。あ、最近気づいた。はい、こんな感じ。うっすらもう外側白くなってますね。あともうこの辺火入れば完成です。皮目側がこうね、パリパリしてますね。今もう火止めてますよね。今火止めてます。はい、はい、OK で、このタイミングでこの美味しい鶏のお出汁がいっぱい出てます。はい、ここにブロッコリー入ります。これは美味しいですね。これは美味しいよ。はい、ちょっと一回出してあげましょうか。で、この油全体なじませるぐらいのね、ブロッコリー確かに大事ですね。で、また火弱火にして、ここから、ニンニク、ローズマリー、唐辛子を戻し入れます。白ワイン
入ります。今日そして赤ワインビネガー、少し酸味足したいと思います。で、ブロッコリーも軽く一つまみ程度のお塩します。で、この状態で鶏を戻し入れます。フライパンについてなくてもいいのね。ついてなくていいです。あの蒸気でね、蒸し焼きしますから。はい、ここで、蓋をして約4分。おいしそうじゃない。もう、はい、ね、ブロッコリーも完全に開いてるでしょ、これ。あ、で、ここにチーズ。ここでチーズいらない人はここで完成ですね。もういいです、いいです、完成で、あと1分ぐらいやれば完成です ね。はい、それでは、このチーズが溶けるまで蓋閉めて、溶けたら完成でございます。それでは蓋開けます。火を止めます。おー、美味しそう。美味しそうですね。じゃあお皿に盛りましょう。はい、たっぷりのブロッコリー、下に引く感じでいいですかね。いいです ね。美味しそう。これはいいね、本当ね。一品でもメインも付け合わせも完成、では鶏肉をドスンと。いいっすね。はい、で、美味しいね、スープがありますんでブロッコリーにかけてあげましょう、それでは最後にブラックペッパー、はい、引いて完成ですね。はい、完成です。はーい、美味しい。チーズの旨味がやっぱりいいっすね。これは笑顔になりますね。ブロッコリーも、あ、いいですね。赤ワインビネガー付け合わせにはちょっとこれぐらい酸味があって欲しいよね。鶏の油とチーズでこうね、ちょっとこう重たくなったところを酸味のある ね、ブロッコリー、これはこれでもいいんだよね、ロゼがめちゃくちゃ合います。最後までご視聴いただきありがとうございました。今日使った調味料、そして今私が飲んでるワインは我々のネットショップ青酢ターボラで販売しております。よろしければ覗いてみてください。では振り返り&反省コーナーです。はい、鶏はね、やっぱり柔らかく仕上げたいですから、ニンニク油はちょっと一回冷ました状態から鶏焼いていきましょう、はい、するとね、ギュッとなりません、あとはしっかり押してあげる、押してあげて焼き付けることで、あの旨味がね、しっかり皮目につきますから、それをこうブロッコリーとかに味を染みさせていく、はい、そしたらもう旨味が倍増しますから ね。美味しかったですね、まあ反省点としてはやっぱこのチャンネル始まって3年半ぐらいですけど、お伝えするのはちょっとだいぶ遅いですね。何が？今日のメニューね。今日のメニュー、いや3年かかったからお前たどり着いたんだ3年半気づかなかったってことを一回反省してもらっていいですか？いや、気づかなかったんじゃなくて、 ここに至るまでいろんなプロセスを経てここにたどり着いたんだからよく気づいたって褒めないと皆さん褒めてあげてください。お願いします